今この画面に映ってますのは PXNET の編集画面です。今ここに、MIS から、JDF で流れてきたデータがジョブとして表示されています。内容を確認しますと、このように、ジョブの名前がありまして、あと顧客で納期、そして、注文数、このジョブの場合ですと2000冊ということになっています。仕事の内容ですが、無線閉じをしてその後三方断裁で仕上げるという仕事の流れが入っています。ここでダブルクリックするとさらに詳しい各工程の内容を確認することができます。今表示しているのが無線閉じの内容です。同じように三方断裁の方もこのように内容を確認することができます。ではこのジョブを実際に機械の方に送ってみたいと思います。まずその前に、こちらが PXNET の、仕事の負荷率を表示して、作業のスケジュールを行う画面です。ご覧いただけますようにここに、このゲージが、その日その機械で割り当てられた作業の負荷率を表しています。 140% って書いてありますので、このままではこれだけの仕事を賄い切ることができません。これを実際 100% 切るようにスケジュールし直したいと思います。スタートボタンを押しまして、割り振りたい作業を選びます。そして分割のメニューを今選びました。今1日で割り振られていたこのカードを3日で行うように作業を分割しました。これで 115% にまで減らすことができたんですが、まだ 100% を切っていないので上の作業も分割します。2日間に作業を分けることで 95% になりました。これでスケジュールの作業を終わりまして、このスケジュールに基づいて作業を機械に送り、実際の仕事をやってみたいと思います。今スケジュールソフトで分割した作業がここに表示されています。では実際この作業を行ってみたいと思います。カードを選びまして、メニューからスタートワーク、 OK ボタンを押しますと、これでジョブの内容が機械の方に送られます。はい、先ほどジョブを転送した実行ソフトなんですが、このソフトの各表示の説明をします。まずここに、作業のカードが並んでいるんですが、色がついてます。この色の説明をします。まずこの一番左からですが、この青色になったカード、これはすで、に作業が完了している、終わったカードは青色になっています。次にこの赤色のカード、これは、作業を開始し始めたんですが、すべて
終わる前に、まあ、一旦中断している、中断した時のカードの色です。この次にグレーのカード、これはまだ、取り掛かっていない、これから行うべき、作業を表しています。最後にこの緑色は、今まさに実行しているカードです。実行中のカードは、緑色で表現しています。あと一番左側に、ラインが、機械の写真が並んでいるんですが、ここに、機械の状態を表示しています。機械でエラーが起こりますと、ここにエラー、そして合わせてエラー番号が表示されます。このように、エラーが起こっている場合ですと、エラー番号を添えてエラーが表示されます。その他、セット替え中、実際に製本している時の状態がここでモニターすることができます。